こんにちは、岩田です。この動画ではクロマチックノーテーション三線譜の作成方法を解説していきたいと思います。三線譜を自分で作ってみたいという方はぜひ参考にしてみてください。三線譜については詳細にリンクを載せておりますので、そちらをご覧ください。まず使っているソフトウェアですが、フィナーレとイラストレーターを使用しています。フィナーレというのは楽譜作成ソフトです。イラストレーターはイラストや図面などを作成編集できるソフトです。大まかな流れとしては、フィナーレで三線譜を作成して、それを PDF に書き出し、イラストレーターで線の太さや長さやスタッカートの位置などを微調整するといった形です。それでは早速やってみたいと思います。参考にする楽譜はこちらです。フィナーレは直接音符を手打ちすることもできるのですが、今回はミディ音源を使った方法で作成をします。まずは用意したミディ音源をフィナーレで開きます。ミディが5000譜で表示されました。このままだと参考楽譜と違う部分があるので修正をしていきます。はい、これで5線譜ができました。これを3線譜にコピーペーストします。白3線譜はホームページよりダウンロードできます。この時に気をつけるのが、ペースト対象項目と C メジャー波長調ではない曲の場合です。ペースト対象項目はペーストするものとしないものを選択できるのですが、楽譜スタイルだけは必ず外します。5線譜のスタイルと3線譜のスタイルが違うためです。楽譜スタイルにチェックを入れてしまった場合はこんな風になってしまいますので、必ずチェックを外します。そして C メジャー波長調ではない曲の場合ですが、これは一度 C メジャーの楽譜にする必要があります。少しややこしいのですが、微調をせずに調合をなくすといった作業が必要になります。 C メジャー以外のメジャーの曲の場合は、調合ツールで C メジャーにして既存の音符はその音程を維持を選択。マイナーの曲の場合、一度同じ調合のメジャーにして既存の音符はその音程を維持、さらに C メジャーにして既存の音符はその音程を維持を選択します。5線譜を3線譜にコピーペーストするとこのようになります。3線譜の状態でさらに微調整をします。
はい、フィナーレで三線譜の楽譜が完成しました。次はこれを PDF に書き出します。この PDF をイラストレーターで読み込みます。1枚平面のパスがあるので、これは削除します。まず線幅などを変更していきます。線を別のレイヤーに移動してあげると調整がしやすくなります。度線は1ポイントで設定しています。緋線は 0.5 ポイントの破線で、線分は1ポイントに設定しています。緋線上にある玉や土線上にある白玉は線が透けてしまうので、抜けている部分を塗りつぶします。これもレイヤーを分けてあげるとやりやすいです。スタッカートの位置などを調整します。これで完成です。はい、ということで三線譜の作成方法の流れをざっと解説しました。三線譜は音符記号によってどの位置が違うということもなく、シャープやフラットなどの記号もないので、異調楽器やメロフとしての楽譜には特に最適です。五線譜では難しく感じた曲も三線譜にしてみると案外簡単だったり見やすかったりします。興味のある方はぜひ試してみてください。それでは今回は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。